安倍晋三首相は、10日午後、日本時間11日未明、英国のメイ首相とロンドンの首相官邸で会談しました。今回は、このニュース記事と、それに対しての海外の反応をご紹介します。3月に予定される英国の EU、欧州連合離脱を前に、安倍首相は、合意なき離脱による混乱を回避し、世界経済や日系企業への悪影響を最小限にとどめるよう要請します。両首脳は、英国が加盟に意欲を示す環太平洋パートナーシップ協定 TPP を含め、自由貿易体制の拡大に向けた協力を確認しました。安倍首相が掲げる自由で開かれたインド太平洋構想の一環として、日英の安全保障分野での協力強化で合意する見通しです。北朝鮮の核・ミサイル問題についても意見交換します。会談に先立ち、安倍首相は、10日午前、日本時間10日夜、ラグビーの聖地として知られるロンドン郊外のトゥイッケナム競技場をメイ氏と共に訪問しました。地元の子供たちの大会を観戦し、秋のラグビーワールドカップ W 杯の日本開催をアピールしました。また、現地で、ウォレス治安担当閣外相らからロンドン五輪などを踏まえた治安対策について説明を受け、英国との知見の共有は非常に有益だ。今後も協力をお願いしたい。と述べました。
後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。